郡山市の碓井百貨店で開かれているのは、ガラス工芸作家黒木邦明さんの作品展で、会場にはおよそ110点が並んでいます。宮崎県出身の黒木さんは、今年で創作60周年を迎える日本を代表するガラス作家の一人で、現代の名工にも選ばれています。こちらは代表作のプラチナ象眼光琳です。緒方光琳の紅白梅図屏風をモチーフに、西洋文化のガラスと日本文化を融合させた作品です。ガラスでこういった表現ができるんだという驚きをですね、ぜひ皆様に味わっていただきたいなというふうに思います。黒木邦明さんの作品展は今月12日まで開かれ、今月10日と11日には黒木さんが会場を訪れます。